ます。事業のコアを見極める、はい、流れはあったんですけれども、たまたま25億ぐらいの時からあの自分がメインになって、今マックス多分114億のところまで成長することができて、ビジネスオタクチャンネル、今回はなんとテレシー土井社長に来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。土井さん、もう今回激しく楽しんでそう、ありがとうございます、呼んでいただいて。で、土井さん、簡単に私から紹介するともう超すごい人でございまして、で、まずフラクトですね、はい、営業からジョインしてCOO になり、で当時25億だった、売上規模を4年で100億超えを突破させ、その後、代表に就任というようなところからの、テレシーはですね、立ち上げわずか1年でクォーター売上ドドン9億円ということで、なんかもう成長受け負い人といいますか、もう私にいる周りにいる経営者の中でももうズバ抜けて優秀だなと。なので今回その急成長の秘訣をちょっと土井さんにどんどん聞いていこうというふうに思ってますが、はい、まずじゃあ、テレシーの、はいはい、会社のご紹介からお願いします。はい、テレシーの土井と申します。よろしくお願いします。テレシーはですね、100万円からテレビ CM ができますっていう、タクシー CM とかでも結構流させていただいてるんですけれども、その通り地上波のテレビ CM を100万円から流せて、ネット広告みたいに CPM とか CPA とかアプリであれば CPI みたいなダウンロード指標で全部数字が追っていけるので、テレビでも PDC を回せますよっていうところを、軸にスタートしました。でそこから今テレビ CM だけじゃなくて、自分たちが出向していいなと思ったタクシー CM であるとか、あとエレベーター広告であるとか、そういったオフラインマーケティングみたいなところも、代理業として扱うみたいなことをして、今に至るというような感じになっています。はい、で実はですね、ウィルゲートもテレシーさんにタクシー広告、あと TVer も、お願いさせてもらっていて、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で結構土井さんからなんか吉岡さん自分で、出た方がパフォーマンス上がりますよってことは信じて自分で出たらもうウェブサイトのお問い合わせフォームから来る数の3倍ぐらい私個人に問い合わせが多分特に吉岡さんだともうすごい顔が広いのでよりインパクトがあったし効果があったんじゃないかと思います。はい、ってことで、はい、その提案だけでも効果数倍になったので激しく感謝してるのと、あとあれ TVer ですね、で TVer も今かなり穴場で、でタクシー広告のために作った動画を流用してるんですけれども、完全視聴単価がなんと3円を切ってる。これは安すぎますね。はい、ところでちょっと、はい、競合の M&A の会社さんはTVerだけはやらないように守りじゃなくてですね、やらないでほしいと、はいはい、っていうところなので、はい、本当にテレスさんは自社でもさまざまな、媒体を試してよかったものを、そうですね、プロダクト化するっていうところですかね。そうですね、はい、で続きまして、土井さんの自己紹介もお願いします。はい、ありました。土井と申します。さっき吉岡さんからも説明いただいた通り、今テレビの人なんですけど、数年前とか2年前までは、ネット広告でアドテクど真ん中みたいなところに身を置いてましたと。でそこが、フラクトっていう会社だったんですけれども、そこで、CEO とあと代表3年ぐらいですかね、やりまして、本当流れもあったんですけれども、たまたま25億ぐらいの時から自分がメインになって、今マックス多分114億とかですかねのところまで成長することができたと。でその後、ボヤジグループっていう会社の子会社でフラクトっていうのがあったんですけども、ボヤジグループって、ネットベンチャーでフラクトとか含めて上場した会社なんですが、電通傘下のサイバーコミュニケーションズっていう会社と経営統合して、そこを1000人と500人の結婚だったので、どういうふうにしてうまくいかそうかというと、そうなんですよね、結構激しめの大きめの結婚だったので、自分が一応両方の役員に入って、でもないこうでもないみたいなのを、その BMI みたいなところをやる1年ぐらいを過ごして、でその後、電通傘下に入ったっていうのもあったので、電通の強いところ、テレビのバイング力と、あとカルタもともと強かったプロダクト開発とか事業開発の力があるっていうのを掛け合わせて、このテレシーっていう事業ができるんじゃないかっていう形で、やろうってなったタイミングで、またここの代表やるっていう形で、今に至るっていう感じになってます。はい、ありがとうございます。で早速なんですけども、やっぱりテレシー立ち上げ1年でクォーター売上9億ってもうめっちゃすごいと思うんですけれども、その成長の秘訣をちょっとお伺いできたらと思ってます。はい、なんかそんな偉そうに言えるあるのかっていう話なんですけれども、大きく3つ挙げられるかなと思ってまして、1つ目そらそうだろうって話なんですが、優秀ないいやつを集めるっていうところです。仲間集め、いい仲間集めですね。一仲間集め、はい、ここは本当に初期段階からかなりうまくいきまして、それこそフラクト時代からずっと誘ってた4年ぐらいかけて口説いてた人がちょうどそのテレシーのタイミングで来てもらったりとか、なんかそういうのがすごい重なって、最初の段階で結構ある程度スーパースターで立ち上げができたっていうのがすごい大きいんじゃないかなと思ってます、ね。はい、具体的にちょっと バイネームでちょっとせっかくなボードメンバーなんかどういう人いるかって。ああ、そうですね、ボードメンバーでいくと僕CEO
CEO で、 CEO が、川瀬さんっていう人なんですけれども、彼は、電通のもともとずっとそのラテ局っていうテレビ局向けのところにいて、でそこのトップオブトップオブトップやばいね電通の。いや、ま、もういや本当に僕結構、まあ、ボヤージグループもすごい優秀な人って多かったなと思うんですけど、うん、で会ったことないレベルの優秀な。やばいっすね。そうなんですよ。でもみんなあのボヤージグループも本当素敵な人ばっかりいやすごい、あのそうですね、大好きな会社なんですけど、はい、いやだからそこで慣れてたはずなんですが、いやこいつやべえなってやつがまずあの出向っていう形で人事に来てもらって、今 CEO やってるんですけども、がまず、まあ、僕と2人で最初がっつりやるっていうところで来てくれたっていうのがまずでかいところ、うん、とあと、まあ、あの他にもその、まあ、プロダクトのところのトップ CPO はもともとそのゴールドスポットっていう、まあ、ボヤージグループが買収して、もともと僕の同期がやってた会社だったんですけども、うん、今フラクトの代表やってる、まあ、オッチの会社だったんですが、そこの COO で、うん、CEO なんだけれどもプロダクトも分かってデザインもできてみたいな、うん、もう何でもできるみたいな、やばいですね、が今 CPO、まあ、プロダクト全部エンジニアリング分かるんで、ね、何さん、あの吉浜っていう、吉浜さん、はい、であと CMO で今年の1月から来てもらってるんですけれども、もともと去年までの電通グループ、電通の親会社の電通グループの制作秘書ですね、なんかの、うん、まあ、電通の戦略を全部作るみたいなところをやってた、あの山本俊さんの社長制作秘書です。なんでその20何万人のトップの本当戦略を作ってた人が今 CMO で村井さんなんですけど、うん、来てくれていて、まあ、刑事ではそんな感じの構成やばいっすね。村井さんもあの普通に MBA とかも取って、うん、クリエイティブとかでもそのカヌとか取ってる人なんですけど、うん、まあ、その人が今 CMO で来てもらって、うん、っていうのが経営陣ですね。はい、でもなんか そういう仲間集めがなんかできたのって どうやったらそんなすごい人、まあ、そこの人たちもそうですし、その下レイヤーの部長とかも結構自分が誘ってきてもらった人が いるんですけれども、うん、これなんでなんですかねなんか僕自身すごい多分一般人というか、別にすごい何かがすごいわけじゃないなと思ってるんですけども、うん、結構なんかこうこういうことした一緒にやったら楽しくないっていうのを伝えてなんか来てくれることが結構多くて、うん、それがなんかこう重なって、まあ、あのいい人が集まってくれたって、なんでなのかちょっと分かってないんですよ、うん、結構思いの丈を伝えて、うん、一緒にやるともっと面白いから今より面白くなるし、うん、なんかその人にとっても人生にとってプラスになるんじゃないかみたいなのを、うん、まあ、とうとうと語って来てもらうみたいな、うん、でもあの私が勝手ながら思うのは、ドリケンさんなんか視座が半端ないというか、やっぱりなんか見てるところがここではなくて、なんかいやいやいや、ここいやここ私がするとそういう形なんで、なんでやっぱりなんかこうビッグビジョンを描くというか、まあまあ、テレシーにもつながってると思うんですけれども、なんかこう今後テレシーをこうしていきたいんだみたいなところ で、ね、どんな夢をなんか語った感じなんですか。これちょっと、まあ、あのその人によって若干トーンは違うんですけど、はい、まあ僕、まあ、フラクトっていう会社をやってた時に感じたのが、うん、100億まで何とか作れたんですけど、うん、なんかその先になんかこう市場、ネット広告市場すごい伸びてるっていうのに、うん、なんか伸びづらいなっていうのを感じたんですよ、うん、でその理由がガーファがいたんですよ、その市場には、うんうん、ネット広告市場めっちゃ伸びてるんだけど、うん、そのほとんどガーファが取ってると、うん、じゃあフラクトが戦える領域って、うん、じゃあ何百億あんのっていうと意外に少なかったんですよ、うん、でそこがなんかこうフラクトやってた時のあなんかこれ以上伸ばしづらいなって感じたところだったんですけど、うんうん、このテレシーっていう授業初めて思ったのが、うん、ものすごい検索エンジンを持ってるプレイヤーもいないし、うん、ものすごい人を集めてる SNS のプレイヤーもいなかったんです、うん、もちろんあの、まあ、これまでの実績とか経験がある総合代理店というのは存在、うん、するんですけれども、うん、なんかその何ですか、反則技みたいなプラットフォームがいなかったんです、うん、ってことはなんか今風にこのいわゆる広告代理事業っていうところも 再調理すれば、うん、なんかこの2兆円とかその辺周辺数兆のところで結構暴れられるなっていう確信が最初の数ヶ月で持ってたんですよ、なるほど、でそれをなんかこう自分の言葉でそれぞれに語っていって、うん、その時代を作る、まあ、あの会社になるかしないやりましょうみたいなのを結構人やばいっすねっていうのは結構ありますね。なるほど、はい、やっぱじゃ あのフラクトの時の件でマザーマーケットの大きさというか、はい、あのやっぱりそこ大きくてかつガーファなしというところ、そうなんですよね。なんか 2兆円市場で 1% 取って200億で 2% 取って400億じゃないですか。確かに、あれと思って余裕そうとは、いや余裕そうとは言わないですけど、あれこれはもしかしてフラクトやってた時の、まあ、その100億いくまでフラクトで10期かかってるんですけど、はい、多分そのペースじゃないなっていうのも手応えが今すでにあるっていう。そうですね、はい、1年でクォーター売上9億なんで、同じペースでいくと、はい、かけ4ということで36億円、ね、そうですね、はい、なので、まあ、なんかその辺かなって、まあ、なんかその口説く時に、まあ、結構自分が本当に感じたことと、うん、でその人自身も、でもめちゃくちゃ優秀で来てほしい人、そういう口説きするんですけれども、うん、なんかその人にとってもなんか人生のいい選択になるなって自信があったので、うん、なんかそれが伝わってきてくれたのかなっていうのは思います、ね、うん、はい、でもそのチャンネルというか、はい、もうバイネームで自分の知り合いにリファラルで直接に当たっていくのか、時には例えばビズリーチとか、 なんか結構もうスカウトしてるのかとか、どういう感じが多いんですか。アンドなんですけど、はい、やっぱりそのかなりもうどうしても欲しいみたいな人は元々の知り合いとかが多いかもしれません、はい、でどこどこの経営陣とか、うん、今もまさに誘ってるんですけどそれが結構正直多いですね。もうその人とかはもう僕折れるまで行くんで、うん、ですね、僕誘われてないんですけど吉岡さん無理です。もう吉岡さんも恐れ多すぎてさすがにもう無理ですどうだった、はい
なので、まあ、優秀な人を集めるっていうのが、まあ、一つ目かなと思ってます。うん、はい、で、二つ目は、はい、なんですかね、その事業のコアを見極めるみたいなところかなと思ってます。事業のコアを見極める、はい、ドドン、はい、なんかさっき言ったように、まあ、この市場ってその2兆円ぐらいあって、で、まあ、総合代理店がかなりシェアを持っているような市場だなと思いましたと。で、一方で僕、まあ、ネット戦士10年以上みたいな感じだった人から見たときに、なんかテレビってどんなもんだろうって分かんないなぐらいな感じで入って、で実際数ヶ月やったらテレビってめちゃくちゃ効果あんじゃんって気づいたんですよ。テレビ CM って、CPM 換算しても一番安いし、めちゃくちゃ意味あるけど、10年ネット戦士やってる事務所全然知らなかったんですよ。これはじゃあそういった企業で数百億企業とか、まあ、ネットメディアってめちゃくちゃあるなと思って、それをちゃんと伝えていけば、まずテレビやったことない人連れてこれるなと思ったんですよ。なんでその人たちに、どうやったら届くかみたいなのをいろいろ設計していくみたいな、まあ、事業のコアで言うと、まあ、気づいてない人たちがたくさんいるなっていうのと、この事業の魅力をちゃんと伝えるっていうことをすれば、正直まだプロダクト最初出来上がってなかったんですけれども、それでも全然ウィンウィンでお付き合いできるなっていうのを感じて、そこに結構一点突破していったみたいな感じです。ああ、そうなんですね。結構多かったんですよ、ボヤージグループの周りでも。いや、ネット広告には月5000万かけてます、テレビ CM0 円ですみたいな、なんかそのバランスの会社さん結構周りにいたので、この、まあ、なんか自分の実感値と実際 の, その CPM から、そこから出てくる CPA みたいなのを考えたら、絶対その5000万ネット広告に使い切るんじゃなくて、例えば1000万テレビに寄せた方がいいみたいな会社さんめちゃくちゃいるなと思ったんですよ。だからそれを見極めて、そういったところに、まあ、アプローチしていくみたいな、でそれもしかも100万円からできるみたいな形で、よりハードルを下げて、まあ、最初のテストマーケティングで1000万だと嫌だけれども100万だとできるみたいな、そういうところかなと思ってます。で今結構多くの経営者さんも新規事業にチャレンジしている中で、やっぱもうプロダクトマーケットフィットをどうさせていくのかみたいなところってかなり難しいとは思うんですけれども、最初テレシューの場合はなんか どういうふうに、あ、もうなんか例えば顧客にまず、10社サービス提供してみたと か, なんかどういう形でなんかそのプロダクトマーケットフィットの確認をしてたんですか。そこもなくスタートしてますが、ただある程度当たりがあったというか、まあ、テレビ CM 市場自体2兆円あって、さっき言ったようなものすごい検索エンジン持ってるプレイヤーもいなければ、ものすごいユーザーを集めてる SNS プラットフォームもいないんですよね。で、まあ、もちろん総合代理店がシェアを持ってるんですけども、まあ、いわゆるテールのところで数億数十億の商いをしてる総合代理店ってめちゃくちゃいるので、なんか今っぽくやれば絶対それくらいはまず絶対いくだろうなって感覚正直あって、でぶっちゃけ最初の、まあ、ほんと1年弱ぐらいプロダクトなかったんですよ、で9億ぐらい実は行っていて、ただそれってシンプルにその知らな、価値のあるものを気づいてない人たちにしっかりと伝えて、ご一緒して満足していただいて継続していただくっていうだけだったんで、それがまあ初めにいけるなって分かって、まあ、進めていけたっていうのがあります。まあ入りの時点ではその店員のところでも数十億作ってる会社いっぱいあるなっていうのでいけるなと思ったのと、で実際やり始めてこういうふうに伝えればしっかりと価値も出せるし、満足いただいて継続いただけるなって分かったんで踏んでいったっていうような順序かなと思います。はい、もう皆さんもう見立てる力ですね。はい、やっぱり事業のコア見極めれるかどうかで、もうなんかこう、もう上りのエスカレーターで戦うのか、こう下りのエスカレーターで戦うのか。そうですね。あと、まあ正直テレビだけで顧客満足度 100% できないなっていうのも結構早めに気づいたんですよ。まあ、それこそテレビだけ、僕らがそのタクシー CM とかすごいプロモーションしたことで、いろんなお客さんからの問い合わせいただいて、まあ 2B も 2PC の企業さんも問い合わせいただいて、テレビやりたいですみたいな中で、いやこの 2B の会社さんだったら正直テレビよりもタクシーの方が合うなみたいな、僕らもやって思ったなってのがあったので、まあ、その早いタイミングでタクシー CM も扱うみたいなところとかも結構その、まあ、いわゆるコアだったなと思っていて、意思決定早いですね。そうなんですよ。それも結構一番コロナ禍で2021年4月6月で僕らすごいタクシーの買い切りをしたんですけれども、全代理店が引いていったタイミングだったんですよ。タクシー売れもう人いないから売れないから、その時にほぼテレシーが全部買い切って、ほぼ全部売ったんですよ。でその時の結構意思決定とか、まあ、本当コアいわゆる人がいなくなったとしても僕らで持ってるタクシーシームの CPA って分かっていて、でそこから人が仮に半減したとしても僕らの事業体であれば、CPA 倍にしても合うな、でそういう事業体ってそういう産業って世の中に全然いっぱいあるなっていうふうに分かったので、もう会議行って判断したんです。やばいっす。だから結構未然にで切ってたから分かったというか、これ代理業だけど絶対分からなかったなと思って、僕らが結構スズマ使って、でこれから CPA で取れます、っていうタイミングでなんかこうコロナがっつり来て、でみんなタクシーシーム代理で買わない、いや絶対合うから買いますって買って、それが終わったりしたみたいな、それもコアだったかなと思います。ありがとうございます、はい、いや土井さんやばいっすね。今回の動画を見ていいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。また感想もコメントお待ちしております。